ユニゾンエア2周年記念ショールーム第2弾イエーイ。さあ始まりました。皆さんこんばんは。私たち日向坂46です。影山優香です。高瀬真奈です。宮田真奈もです。山口春代です。よーっ。本日のショールームはこの4名でお届けしてまいります。はい、本日は10月22日花の金曜日。寒さも厳しくなってまいりましたが、皆さん毎日頑張っていて偉いです。偉いそんな皆さん、ユニエア2周年楽しんでくれていますか？ありがとう。早速たくさんのコメントをいただいてはい、嬉しい。皆さんコメントありがとうございます。ありがとうございます、はい、それでは続いてのお品書きへ参りましょう。次のお品書きは、誰よりも高くなれマルチでハイスコアチャレンジ。イエーイ。じゃあですね、マナモ、このコーナーの説明をお願いいたします。はい、このコーナーでは皆さんからも楽しかったというコメントをたくさんいただいたマルチライブに私たちも挑戦してみようと思います。よっ、やった。ちょうど今話してたところだった。今はね、マルチライブのねイベントは終わってしまっているのですが、ね、今日はせっかく4人集まっているので、うん、特別に開発中のデータを使ってプレイしてみたいなと思います。いいんですか？いいんですか？はい、それはこれから誰が一番高いスコアを取れるか競い合いながらプレイしようと思うのですが、はい、自信ある人？お？あれ？はい。おお。やっぱゲームできるもんね。そうですね。私も結構ユニアやってて、お、うん、ランクが100。え？100？ さっき見せてくれたけど、はい、すごかったよね。100ってすごいですよね。皆さんコメントちょっと教えてください。うん、みんなさんはどれぐらいのレベル、ランクなんですかね？確かに。いや、結構毎日やってるって方もいらっしゃるので、うん、そうだね。全然めっすっごい、うん、仕事の合間を縫ってみたいなことあるよ。うまそうってすごい。待って、407 400? 407? 420? 420? みんなすごいやり込んでくださって、いや、どうしてやろう。多分皆さんは本当に私たちのことを愛してくださって、こんなにやってくださってるけど、多分私たち他3人はランク多分2とかだと思う。こんなんよ。苦手なんですよ、トゲが。いやー、ちなみに視聴者、今見てくださってる皆さんは、うん、優勝誰だと思いますか？もう絶対ハルヨやろ。いや、もうハルヨやね。こういうの大穴とかありますからね。大穴、バンクルアスとかありますから。大体の人がさ、マナフィー苦手やろみたいな。いや、わかんないよね。わからんよ。100台とかいる。マナフィーって覚醒するんですよ、本当に。いや、そうやってハードル上げて。バルしか勝たん。さっき影山さんの身体能力に。身体能力。私のこと大穴って言われてるんだけど。ちょっと大穴って。大穴。大穴。待って。あえての高瀬さんって言ってます。あえての G1 です。あえての。もうあえてって言って。影山の単勝狙いでお願いいたします。はい、はい、ということで、はい、ここからマナモさんにちょっと、はい、進めていただければと思います。じゃあ皆さん、お手元のスマートフォンご覧ください。はい、はい、ます。はい、ここからは全員の画面が見れるよう画面を分割してお届けします。はい、トゲトゲの画面がトゲの画面かはテロップで見分けてくださいね。はい、はい、S、 すごい。じゃあトップは春代ちゃんってこと？そうですね。おめでとう。いやもうランクがもう違うから、もう格が違うっていうことだよね。春代がすごいわ。いやすごいな、ね、みんなすごい。いや、どうでした？ね、それで見て間口ライブ。いやちょっとみんなで同時にこのユニエをできるっていうのがすごいワクワクした。うんうん、確かに。そう、楽しかった。まだ一人だったので、ね、すごい楽しかったです。なんかさ、孤独な戦いだったじゃん。確かに、一人で黙々と。そう、そうだから、みんなの戦いになって本当に、うん、楽しかった。楽しかったね。ライブ映像を見れるからさ、そっち見てたらさ、あ、やばいやばいって思う方が。いやー、楽しかったわ。自分が出るとしっかり間違えたからね。うん、間違い、動揺が。手が震えちゃった。私みたいな。いやー、本当に面白かったです。